あとちょっとエアクリーナー距離はしてないんでね問題ないと思うんですけど、あと年数だっていうのでちょっとベルトの確認はした方がいいのかなと思うんですが、でエアクリーナーブックスのあれをね外そうと思って1個とりあえず1個外してでこうね行こうと思ったらここついてないですねくっついてない、なんだろう、なんでそれついてないのね、ここはあるか、なんですかね、なんで1個ないのかな、なくならないでしょエアクリーナーのねこんなとこのプラスですね、開けてんのかな、ちょっと開けないでしょ、ちょっと距離走ってないからね、なんですかね、ちょっと分かんない、何が起きているんだ、これか、え、どこだっけ分かんない、これ開けてみますか、もうあれ見えない、違うよこっちじゃない、ここはあるね、外すとこつけんのあるからね、つけんのある、あれ何これ、まあ綺麗だね、会社だから不動産とかどうしてんですかね、もうそんな古くないからね、ちょっとこう多分このエアペンの部分なのかな、ちょっと汚れてますけどね、これ拭いて外したいね、やっぱりドライブ見た方がいいかな、エアクリーナー大丈夫ね、変える必要ないですね、で M8 2つか、そうするとこうなってんだろうね、なんで1箇所じゃないんだろうね、ネジが1個なかった、初めからなのか、初めからじゃどうしようもないよね、ちょっとオイルでね汚れますから、ちょっと綺麗にして、ビスカス式ですかね、このオイルを垂れたケース開けたら、あれあれってなってたけどね、年数経ってますからね、14年でしょ、14年はね、14年前って言ったら私はバイク始めた時ですか、その頃に作られてるのこのバイク、
紙のガスケットとか使ってないですよね、マスカーね。キャプターってどうだったっけな。それだと厄介なんだよ。あ、ケルトミントって部品頼まないね。嫌ですよね。これで全部外れるか、外れないか。オイル持ってるね、ほら、クランクのオイルシールかな、前の方からだからクランクのオイルシールから持ってるっぽいですね。はい、まあ、年数経ってるからね、うん、逆に動かしてないっていうのもね、影響する可能性高いですからね。はい、なんでこれちょっと一旦外してあれですね、確認しなきゃダメですね。はい、ベルトはどうですか。オイルがついちゃってるとね、まずいんでね。大丈夫かな、大丈夫ですかね。ね、うん、まあ、どっちにしてもオイルちょっと持ってるみたいなんで、はい、多分まあクランクのシールじゃないかと思うんですけどね、うん、確認して、はい、必要な部品を注文して交換するということですね。やっぱ開けてよかったですね、開けないとね。うん、そう、すごいオイルまみれじゃん、ね、やっぱこんなもんですよね、こういうもんですよ、やっぱり乗ってないっていうのもね。これどう、ここだけで大丈夫、何も入ってる感じしないけど。あ、ダメだ、ここまで溜まってんじゃん、すげえ溜まってんじゃん、危ねえ、やばかった。なんか、あ、入ってないかなって思ったらすごい、ここら辺まで入ってる水が、これも抜かないから、ね、抜かないからっていう感じで。やっぱりやんなきゃダメなんですよ。だから普段古いのはね、ほら、ディオもそうですけど、この間ね、うん、開け、だからドライブ開けなかったですけどね。で結局BDS 出しちゃいましたけど、あれさらに開けてね、であれもこれもってやってたらいい値段になっちゃうじゃないですか、さらにね。で売り値なんてとてもじゃなくて、ディオそんなすんのってなっちゃうもんね。そうだからやっぱり良かった。
古いスクーターは怖いですね。うん、そう、そのお金がかかっちゃうもんね。うん、トレードしたオイル汚れてるもん。うん、でこれさらに乗れば、うん、オイルが持ってきてね、なるんですね。はい、うん、あと、あ、まあギアオイルの交換とかもあるんですけど、とりあえずでもどっちだろうな、前っぽいけど。置かないですね。まあでもこっちもどっちもダメだったりしてね。これは交換をさせていただきたい。部品出るか。え、出ますよね。大丈夫だよね。部品ね。これ多分一緒でしょ？キャプチャーと。あ、キャプチャーね。これキャプチャーだ。GP と。GP って一緒じゃないの？ GP ってエンジン一緒じゃないのかな？一緒というと語弊がありますけど、基本的な部分。基本的な作り一緒じゃない。一緒っぽいけどな、違うのかな、ね、エンジンは一緒っぽいけど違う、まあそのあたりはね、はい、ふう、やれやれ、いいね、いろいろやっぱりありますね。けど開けると分かる。これ抜けないの？キャプチャーって抜けないんですか？あ、つながってんの？キャプチャーつながってんのか、 GP がもう抜けんすかね。よかったのはね、バスケットをきれいに剥がれて、こっちにくっついてこなかった。あ、ノックピン抜けないね。あ、ちなみにこうちょっとこうケースにもついてる汚れをねこれで取りますからね。いやっと水槽ってる。これ結構前からかな、ダストにこう一緒にね、くっついてってますね。ということで、今日はここまでとさせていただきたい。また明日頑張ります。